私たちには会えないあなたがいる。会いたいあなたがいる。支えてくれたたくさんのあなたがいる。だから私たちは明日へ歩き出す。感謝と誓い、そして誇りを胸に。正直敗戦になるんじゃないかなっていう気持ちにはなりました。私たち社員自体がですね、やっぱり前向きにまず動かないと、本当に毎日のように乗っていた方々もいましたし、それを考えるとやっぱり鉄道があった方がいいな、そこはもう思いました。本当にこう、ああよかったなって本当に思いました。自分の車のように大切に運転してます。お客様同士がこう話している場になっている、みんながこうつながっていられるような一つの場なのかなって思ったりします。その人たちのためにもやっぱり走り続けていきたいなと思います。世界の皆さん、ありがとう。あなたを忘れない。ありがとう。Iwate is really the one place that I always want to come back to. It really feels like hometown to me. The people here accepted me like I was their family, and I'll never forget them. I think it's a great opportunity for everyone in the world to see how amazing it is here, and I think it'll be great for them to help rebuild the area as well.